乃木坂46の後期生、中世あるの20が34枚目シングル、モノポリー12、6日発売のアンダー楽曲、思い出が止まらなくルノセンターを務めることが4日、公式 YouTube、乃木坂、新中の生配信番組、乃木坂46分 TV にて発表された、ロントには小川綾、松尾美優が脇を固める。 中は29枚目シングル表題曲、アクチュアリー2022年でもセンターを務む他、今回のアンダー楽曲センターを務める子が発表され、中西はこのフォーメーションが表された日から今日までなんで私なんだろうとか、私に務まるわけがないなとネガティブなっては前を向かなきゃと思うことを繰りして今日を迎えました。この場で公開されま、たし、 うだうだ言っていられないので、前を向かいて、自分のペースで頑張って進んでいきたい、思いますと思いを語った。同楽曲は、モノポリ前後形態の2カップリング曲として収録される。